他人に強要しないでくれ。ビーガンを押し付けるな。ビーガンに対して押し付けたっていうのであれば、人種差別をやめてくれ、いじめをしない人間になろうよ、そういった発信や法律での盗みや暴力をしてはいけないなども押し付けになってしまいませんか。いや、それも押し付けだよ。自分の好きなように生きさせてくれ、何をするのも個人の自由だ、そういう意味で押し付けるなって言ってる人がもしいたら、別の動画でそれについて話しているので、ぜひそっちも見てみてください。もしさっき言ったようなことが押し付けではないって思うのであれば、一度ビーガンに対して押し付けと言ってることも考え直してみる必要があると思います。確かに押し付けがゼロであるとは言えないかもしれません。押し付けるなって言ってる人の中には、肉を食べようとした時に腕を弾かれて、口にジャガイモを叩き込まれて、ビーガンになれって言われてる人とか、家族を人質に取られて、この家族を解放してほしければファーやウール、その他動物性を使った服を今後一切買うな、ビーガンになれ、そういう風に言われたりとか、そういう時に反論としてビーガンを押し付けるなと言っていたら、自分もそれはごもっともだねっていう風に感じます。ここまで来ると、他にビーガンになる以外に選択肢がなくなっちゃいますからね。そういう場合だったら、押し付けないでって伝えるのも現代社会では納得できることかなっていう風に思います。今ちょっとまあ極端な例えみたいなのを使ったんですけど、ただ街頭でパネルを掲げているだけで、自分の思想を発信しているだけで、まああと肉フェスの前でパフォーマンスをするとかも、まあ最近ありましたね。そういったことでビーガンになる以外の選択肢を奪われたっていう人は、特に日本ではほとんどいないと思います。自分の動画にもコメントで押し付けるなとかたまに来るんですけど、チャンネル名もビーガンメインの YouTube ですし、普通に見ない選択もできるし、見ても途中でスルーするとか見るのやめるとか、そういうことができる状況で、押し付けるなっていうのはちょっと乱暴かなっていうふうに思います。まあ実際この押し付けるなっていう言葉の裏にはいろんな意図がそれぞれあると思うので、そこをしっかり伝えてもらって、そこにお互いで向き合う方が価値があると思います。例えばやり方が良くないと思う、そう感じるんだったら、なんでそのやり方が良くないと思うのかを考えてみるとか、それを考えた上で伝えてみるとか、自分は今肉食についてとか動物倫理についてとか正直考える余裕も何もないよ、時間もないよ、だし実際目そらしたいし、なんかいちいち教えてこないで、そういう風に考えているのなら、まあそう思った時点で目をそらすとか、押し付けないでってコメントを残す前に動画見るのもうやめちゃうとか、その時間ももったいないし、まあ要するに向き合わないこと、まあそれがいいか悪いかはまあとりあえず今置いといて、多分そういうことを言ってる人自身にとってはそっちの方がいいんじゃないかなと思いませんか。もし目をそらしたくないし向き合いたいって思うのであれば、その押し付けるなっていう一言で議論のチャンスが失われたり、ビーガンについてや自分の考えや倫理の問題について向き合う機会、そういったそこで生まれたかもしれない価値、それらも押し付けるなの一言で無駄になってしまうこともあると思うので、ぜひそこについて考えてもらえたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画良かったらチャンネル登録とか高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。これでも勝って恵まれてるのに、それでも足りないってゴミを出し、自然を壊してコンクリート、ジャングルごく一部のために天国を作る、ゲロした頃で戦争までして、命の価値はコントロール、まるでご厚意に勝る、最後まで強奪、これでもマシと思わせる動物。